3月5日ドジャースのファンは大谷選手を後ろから撮影した動画が公開されたことにより心配で熱に浮かされましたこの動画では大谷選手が右腿の後ろを何度も擦っている様子が映っています大谷選手は右腿に痛みや不快感を感じているようですそのため何度も立ちくらみ膝をつく場面がありました動画が公開されると多くのファンが大谷選手を心配し悲しみました 大谷選手が試合を去ると、日本の女性ファンが大谷選手に駆け寄り、体調を尋ねました。大谷選手の顔には、右ももの痛みによる疲労と心配の色が現れていました。しかし、大谷選手は、ファンに笑顔で挨拶を返しました。MLB シーズンの前に、大谷選手は肘を負傷し、リハビリプログラムに参加することを余儀なくされました。二刀流選選手手である大谷選手は、 この怪我によって投手として登板することができなくなりました MLB シーズンの開幕から現在まで大谷選手はチームの主力打者として競合チームと連続して高強度な試合に出場していますほとんどの試合でハンは彼が熱心にプレーし試合のあらゆる場面で全力でプレーする姿を見ることができます そのため、疲労は日を追って蓄積し、大谷選手が再び怪我をする可能性が高くなっています。右ももの痛みは、ビデオのように、それが明確な証拠です。しかし、現時点では、大谷選手が重大な怪我をしていないかどうかについての正確な診断はまだありません。しかし、ファンはまた、大谷選手が後半戦の今後の試合で、健康とパフォーマンスに大きな問題を抱えないことを願っています。 いずれにしても、体の痛みは大谷選手の試合にも影響を与えるでしょう。ブレーブス戦の前、大谷選手は、休息と回復のために試合に出場していませんでした。これは、大谷選手がチームの主力打者であるため、ドジャース監督の懸命な戦略であると言えます。大谷選手を休ませ、回復させ、精神的に安定させることは必要です。 特にシーズンが進むにつれて、試合はより緊迫して激しくなります。したがって、選手の健康を確保することは最優先事項です。ファンは、大谷選手が自分の体の異常な症状を定期的に監視することを願っています。体調が悪い場合は、休息して無理な運動をしないでください。ブレイブスとの最初の試合で、大谷選手は二塁へのスライディングでトゲに刺され、ズボンを破りました。 大谷選手のリーグへの献身的な貢献は彼をグラウンド上のマシンに変え熱狂的に活動し決して休息しませんそのため大谷選手が怪我をしないことは考えにくいそのため大谷選手は今後自身の健康をより重視し無理な練習はせず必要と感じたら休憩を取る必要がありますこれは大谷選手の健康を守り 次のトーナメントに備えて体調を良好な状態に保つのに役立ちます5月5日の試合では大谷翔平選手はたった1試合で日本の見事なホームランを放ちロサンゼルスのスタジアムを沸かせましたこの偉業により大谷選手はリーグで最も優れた選手となり MVP の座に近づきました今後大谷選手が自信の力によって傷つくことがないように願っています 彼はトレーニングと試合のバランスを適切に保ち、すべての試合で最高のコンディションを維持する必要があります。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。